相乗り。楽しくねえよ。ヤンクミが総長に戻る。しなくね。そしてヤンクミまずいな。広大な森で総長に一大事が。さらにプロマツ職人が勝負をかけた。前回は、はい、ちょっと複雑な四角関係になりましたが、ね、まあ本当はウェッキーとチャキがもう一番相思相愛というかもうラブラブな感じなんですけど、それまでの見たらね、完全にスムーズにいくと思ったら、ね、いかないですね。横見がね、そうなんですね。でも公園で寝っ転がるのも俺どうかと思いますよ。あのこんな感じ、こんな、ごめんな、そうそうそう、こんな感じだった。ちょっとすいません。姉さん本当ごめんなさい。すいません。もうちょっとじゃいや。こっちこそごめんなさい。真実の愛を見つける地球2周年記念の旅。ラブワゴンが走るのはスウェーデン。恋は複雑に持ち合った。えらいね、具体的で。うん、なんか予想してみた。この子と帰ったらまあ日本でも楽しいかなと思えたんで、好きになりかけてるかなっていう感じですね。お互いに惹かれ合っているウェッキとチャキ。しかしヤンクミが恋するヨコミンがチャキを意識し始めたことで恋は大きく揺れ動いた。積極的にチャキを誘うヨコミンにヤンクミは畜生って仲いいなって。そしてもう一人ウェッキはチャキと横見は完全にできたと思う。早くキスして二人で帰ってくれ。さらにじゃあちょ優しく解放してやって、彼は倒れとるよ。そんなウェッキの態度にチャキはウェッキの気持ちが読めない。森と湖に囲まれた北欧の楽園スウェーデン。次の目的地へ向かうためラブワゴンに乗り込む7人。すると、これ誰の？チャキがウェッキの隣に座った。チャキ頑張ったよ。お互いのことを考えてますよね。合宿ってよ、なんか喋ってよ。頑張った。頑張ったけど、今ウェッキが複雑やから。考えてんの？顔怖いもん。でも何喋ってるか分かんないよ。その日の午後触れたくないんですよ。ウェッキはヤンクミと二人きりに。ツンツンしちゃうやん、俺好きなやつに対してや。ツンツンしちゃうやん。分かる気がするよ。でもこの度ってほんの後悔するけさ、ちゃんと向き合っていかんとさ。うん、言ってみればいいのに。いや、何も話せじゃけ、とりあえずその素直に言えばいいじゃん。
喋りたいことはいっぱいあるんじゃなくて、ただ目の前にさ喋れんのんじゃって素直に言いやいいじゃん。だったら下手に考えずにできるよ。いいこと言うね。できるよ。人には言うね。そうね、人には言うね。自分に行かせね。まさに何してんの。よしこい。素直に行くとこかわいいな。いや聞こえてない。いや、え、なになに。いやいやいや、あ、トーチもだけ。ん、あ、トーチもだけ。トー、いや、ねえ、ごめんね、うわ、喋れんでね。かわいい。あの、なんかいろいろ意識してね、話せ。うん、正直かわいい。それだけ。もうダメだ、抱きしめたい。かわいい。大好き、こういう人。終わった超かわいい。急に言った。お前かわいいぞ。かわいい。一人個人の考え中か、その、まあ、かっちゅうか男が好きというか、違うのなんかバンザラでもない顔してたよ、めちゃくちゃ。めっちゃ嬉しいよ。結局、チャキのこと好きやけど、ね、そっちの方が自分にとっては重いですね。そしてチャキは、ウェッキの言葉、嬉しかったな、ちゃんと向き合いたい、もっと組み込んだ話がしたい。頑張れチャキも。チャキはこの時、ウェッキにもっと自分のことを知ってもらいたいと思った。なるほど。翌日。何してんのこれ。面白っ。うん。いや、ごめんね。な、何。チャキは過去の恋について話し始めた。